お疲れ様です。いつも食材買ってくるじゃないですか、取る前に。今日なんか食材買ってくんなって言われたんですけど、なしですか、おつまみ。今日はダイソーでさ、これ見れちゃったから。ゴロサイ。ゴロサイな。居酒屋でさ、チンチロ売ったんじゃん。はい、チンチロあります。ギャンブルじゃなくて、振って、奇数が出たら、メガで。よくあるやつ。偶数が出たら、普通で。ゾロ目だったら半額とか。俺らあれ大好きじゃん。大好き。とにかくメガ狙いで。一回ちょっとこのチンチロで、この出目で、ギャンブルじゃないから、1メモリー100円。お互い振って、出た金額の予算で、おつまみつって言って。最悪はこれですよね。200円ってことですよね。最悪はね。はい、で最高はこれじゃん。1200円。そう。今日はその予算に落ちて、この後買い出しに行って、で、やってみる。じゃあ俺からいきますね。おい。おい。ズラッサル。なかなかレベル高いですよ。一社から今まで。一社から今まで。きつで、あの調味料はノーカンですよ。本当はノーカンにお願いします。頑張ってください。はい、頑張ります。よし、じゃあ僕引きます。お願いします。おい、理想は66、1200円だ。はい、1200円。いきます。はい、うわー、6。悪くないじゃん。悪くない、真ん中でしょ。600円あればまあ何でも作れるな。うん、よし、もうちょっと、じゃあ一緒にスーパー行きましょう。予算で600円と300円でまた買い出し行くんで、じゃあこの後皆さんまた厨房でお会いしましょう。お会いしましょう。よし、できました。できましたよ。卵は6個で160円だったから、1個あたり25円ちょっと、うん、だからこれはお互い1個ずつ使うんで、うん、その計算でやるんで、はい、これ買ってきたのがキクラゲね、68円、鶏のひき肉ね、これ155円、絹ごし豆腐、これが39円だったから、安い。で全部足して俺が280円から90円、梅田君のやつは450円と、これが78円で、500円ちょっと、うん、ちょっと余ったぐらい、はい、それでじゃあちょっと完璧料理やっていくんで。じゃあまずりょうさんのこっちから。俺はね、あの鶏つくね、よく居酒屋でさ卵黄のあってさ、軟骨入ってコリコリしやすいじゃん。はい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 、うめえやつ。そう、300円だから肉もね 110g しか買えなかったのよ。ここの傘を豆腐で増して、軟骨も買えねえから、そこをひくらげで軟骨の箱で出してこう、はい、補おうっていうことですね。ちょっとこれは知恵じゃない、新しい試み、知恵つくね。うん、やっちゃってください。チンガシレビューね。はい、今日のチンガシ、おカルビーポテトチップスファミチキ味。わー、普通さ。じゃあ、一旦ね、ちょっと乾杯して、今日もやっていきましょう。お願いします。おはようございます。いやおー、カルビポテトチップスね。そのまんま。そのまんまや。これやっちゃったな。やっちゃいました。なんか、見た目でわかります。こんな感じ。普通、絶対。お、うまい。ちょっとさ、はい、ファミチキのあの皮いるよね、油の香りというか。そうそう、普通のポテチよりちょっと味濃いし、これはハードルが低すぎたゆえに、うん、ちょっと上行った。いくらいくらやるやん、はい、っていうね。超うま、うん、これダメならやっていきます。うわっ、まず豆腐そのままやるとね、種がびちゃびちゃになっちゃうから、こいつは一回使うな。300あるから半分だな。このままレンジで、こいつはレンジ入れて、はい、700ワットでいいや。5分、うん、その間に、その間に一般家庭の給湯器のあったかい方、大体まず40度いかないぐらい、はい、これ入れて、キクラゲでね、水で戻すと数時間かかっちゃうから、はい、ぬるま湯だとほんと5分とかで、はいはい、20g あるから3分の1ぐらいかな。その間にメインに効率いい。ドヒャッと、ドヒャッと。下じゃあ塩コショウでいきましょう。塩コショウ、はい、おい、塩と、はい、塩で、片栗粉ね。片栗粉、はい、よし。おい、そしたらつなぎね、つくねで最後に卵を使うんで、はい、卵の白身だけつなぎに入れます。白身だけ今入れた。そうで、こっちは食べるときにね、おい、使います。混ぜて、まあ、ここに豆腐入るんで、レンジ終わるまで待ちます。はい、待ち。はい、レンチン終わった豆腐がこの辺ですよ。もう水分飛んでる。しょうがない。はい、しょうが入れて、ボルテージ1。豆腐は型崩れしなくなるんで、レンチンするとね。ちょっと一回飲むか。一旦そうですね、飲むか。今日確かに全然飲んでなかったね。一回ちょっと飲むか。ちょっと飲む。あ、倉庫してる間に、倉庫してる間に、いろいろ行きましょう。こんな感じね。で、これをもう本当軟骨の歯ごたえ、コリコリだけを出すためだけ、うん、で、こいつらをここにまた、うん、ヘルシーだな、これきっと。これダイエットにもすごいいいよ、うん、そしたらフライパン、
チャカメカファイヤーして、チャカメカファイヤー中火、中火っすね。サラダ油かオリーブオイル使ってください。はい。本当はさ、こうやってパン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 やって空気抜いてさ、しっかり入れるんだけど、めんどくせえじゃん。はい。手も汚れるしさ、はい、こいつを、うん、です、まあ、あとこの、あともこの上でやってください、調理は。うんうんうん。成形は、フライパンでください。これで、裏面に焦げ目ついたら、ひっくり返して、次焦げたら、あと余熱でいくんで。ひっくり返すもの、フライ返しとかめんどくさいから、はい、これで。ちょうどいい。テリだ。テリつけちゃうから。お醤油。お醤油いきます。いきます。いただきます。これ大さじ2から3。2です。大さじ2。あと、こいつは大さじ1。お酒をまた大さじ1から2ぐらい。うん。こんなもんかな。煮詰まらして色をつけてください。この作業長いんで、カツオに。カツアイ。カツアイさせていただきます。カツアイ言えねえな。言えないです。カツアイ難しい。言えたことない。カツアイって。これ煮詰まらして何回も。ひっくり出したんで色やば、油谷さんぐらいの照りすぎ、これだって照りすぎだろ、照りすぎ。これで裏のやつは終了で盛り付けていきます。僕、あ、そうだね、いいですか。はい、いきます。死ぬほど簡単です。簡単、はい、じゃあ材料、サーモン生食用ね、大葉一袋買ったけど、まあ3枚ぐらいですね。3枚ぐらいね。はい、卵1個、卵1個で、これ黄身だけ使います。黄身だけね。はい、切って混ぜるだけ。筋と直角に90度に切るとか、はい、あんまよくわかんないんで、僕、俺たちあの職人じゃないんで、寿司屋じゃないんで、別に、はい、できれば棒状、あ、千切りみたいな感じ、ユッケなんで細長くね。はいはい、あー、なるほど。何作るか説明してなかったあの焼肉のユッケみたいな感じね。はい、サーモンユッケ今 YouTube 界隈でサーモンそうめん流行ってんじゃん。うん、知らないです。知らない？サーモンそうめん、コストコのあのサーモン買ってきて、はい、みんな細長く切ってそれを麺にして食べるっていう。美味しくなさそう彼みたいな底辺 YouTuber がやっぱあのサイコロ振ってさ、はい、その数百円でやんねえとさ、はい、どうすよ、これだって僕たち今日2分作って1000円いってないですよ。いってないよ。洗った大葉、洗った大葉ね、丸めて千切り。はい、これ料理の上がった、ちょっとマジですか。うん、包丁の持ち方は良くなるよ。本当ですか。全然。丼に入れて、ここにごま油小さじ1、焼肉のタレ小さじ2、これをここで混ぜるだけ。へえ、めちゃくちゃうまいですよ。でこれに卵の黄身だけ使います。はい、白身はこっちに移して、黄身だけですね。黄身だけね。ピョンと、あー、来たー。これ食べるときに崩して、あれ、ちょっと待って、これやば、あれじゃん、普通こっち捨ててこっちは食べるよね、はい、うん、それはトレーニーですよ、ボディビルダーは、はい、マッチョはそうです。これもったいないじゃん。はい、どうぞ。これ、これはもう今日の料理使わないんで、あれ、これですよ。はい、これはこれ、おいしいか、おいしいな、うん、そうだね、鶏に関して昭和のプロテインだから、うん、昭和のプロテイン、卵白で酒飲んじゃうんですか。卵白飲んで、こいつはこれで完成ですか。これ完成で、うん、食べる時にこれを崩して、おお、ごまとかかけちゃっていいですけど、ごま、ね、ゼロ、まあ、いいか、ごまゼロ、あとかけよう、はい、食堂に移動しましょう。おっす、お願いします。はい、はい、いやー、できましたね。最高の振ってできちゃったよ。つい2品で1000円未満。いや、800円、ちょジャストぐらい、ジャストぐらい、この2つでね。俺がりょうさんが作ったつくね。そう、俺のあの偽軟骨つくね。偽軟骨つくね。僕が作ったサーモンユッケ、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。サーモンユッケいっちゃってください。じゃあ、いただきます。はい、君崩すよ。君崩してください。はい、じゃあこれ混ぜた方がいいな、バーって。そうです、軽めに、こういう感じ。そうですね。これがいや、くぐら、もう OK です。くぐらせるぐらい、もう OK です。じゃあこの大葉とがっつり絡んだところ、これ僕らおすすめなんですよ。
ですね、うん、筋肉つくし、そうオメガ3痩せるし、はい、いただきます。うっす、うまいですか。うん、なんか味濃くも薄くで、焼き肉のタレっぽくないな。マジですか。なんかちゃんと調理したみたいな味がする。焼き肉のタレってさ、一括りじゃん。でこれで食うと焼肉のタレじゃなくて、どうこうしてこうなったっていう、いろいろ過程を工程踏んだやつ、それがある。外れねえな、外れ。ミムタクのなんかおつまみ系。ミムタクおつまみ、全然外れない。これ真似するわ。これお願いします、うん、これ米にかけて食うだけで超うまい丼できるんで。うまい。これ美味しいな。アボカド入ってるのいいよ。そうです ね、 ね、いつか12出したら何でも作れますよ。自炊の原価がさ1200円でさ、はい、1食で結構高いよね。牛丼見たら目が食えるよね。この前一瞬飲んだ朝方目が食いましたけど、いくつやろ。あの朝までチンチロやって、はい、その後にメガ牛丼を3個買って、はい、ちょっと待って、はい、ガンガンいっちゃってください。あ、酒なくなっちゃうかもしれない。全然いっちゃってください。うん、うまい。これもあれだよね、糖質とかはさ、焼肉のタレにちょっと入ってる砂糖系しか入ってないじゃん。サーモンダイエットもいいし、むしろ今日のやつってさ、ダイエット向けのあれじゃない？超安い、超簡単、超うまい、超痩せる、超痩せる、超痩せる、筋肉つく、超飲める、超飲める、超酔える、超酔える、うん、完璧やないけ、完璧完璧、うん、フルコースやないけ。俺の人生のフルコースに入るかもしれない。きたトリコは小松、俺の作ったやつもあるから。ミムタクがこっち食って、はい、食ってないから味見もしないからですよね。お互いに作ったものを相手に食わせると、何が何だか分かんないから、はい、よし来た。次これ、どうだか分かんないけど、食う前に見ながら飲めるっていうのもあります。本当に優しいな。崩していいですか。いいよ、崩して。うわー、それさ、これ卵の活躍だろ。卵、俺たち何もしてねえから。でもこの卵を選んだのは僕たちですよ。そう、卵の活躍だろ。いただきます。はい、うまい。いけてる。うまい。本当に。うわ、うまい。ちょっと、はい、あれじゃない、その先輩が作ったから、なんかちょっとあの先輩バイアスかかって、先輩バイアスかかってますけど、かってんの。これが別に後輩が作ってくれてもうまいし、でも想像より甘くない。あー、砂糖ね、もっと甘いのかなと思ったら、想像より甘くない。だからヘルシー、本当に体に、うん、米合う。米合いますよ。米合う、うん、味は 濃いめか。米と一緒に食うならもっと濃くていいかもしれない。あ、そうなんだ、はい、で食感も弾力がすごいです。 あいつ残ってる、キクラゲ軟骨います。ちゃんといます。え、うまい。なんか食べててヘルシーな感じが伝わるよ。あ、伝わってくる、うん、そうだね。まあそれ余計なものも砂糖のやっぱ量を調整すれば、やっぱ糖質はほとんどないし、うん、本当もキクラゲでもほぼ0キロカロリーだし、で豆腐はまあカロリーはあるけど、うん、まあ、タンパク質多いし、女性とかにもやっぱすごいいいと思う。かなり好きだと思います。男は 1.5 倍の濃さで、女性はこの濃さ。いや、あの俺あのうちのチャンネルのさ、あの Google のさアナリティクス見たらさ、はい、男性8割で女性2割だったから、めちゃめちゃいいじゃないですか。女性ほぼめっちゃいい、ほぼいないんじゃない。男に好かれる男ってかっこいいですよ。まあね、その、はい、魅力的な男性って異性に好かれるじゃなくて同性に好かれる。そうそう、それはあるね、うん、俺らはさ、ちょっと女性ホーム欲しいじゃん。はいはいはい。頑張って。女友達もいないですもんね、僕たち。女友達いないよ。今度からのチーズとかさ、蜂蜜いっぱい使ってさ、うん、あの女性ファン増やしてます。おしゃれに決めます。パンケーキ、次パンケーキだな、これ。マルゲリータピザ作ります。そうだね。マルゲリータピザとパンケーキ。食っていきましょう。お互いどっちも食ってないから自分作ったの。で、それちょっとね、今から、二人で飲みながら、全部食って、完食していこうと思います。これだっす。まあ、慎重で、値段縛りやったけど、呼ばれてます。こちらこそ、ありがとうございます。乾杯。お、これだっす。自分作ったやつ作っていいですか。お願いしますよ。自分で作ったやつ200円台ですからね。ちょっとそのボリュームで俺3だったの。3、うん、あ、なるほど。はい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 。だどっちだ。イクラゲはいい仕事してる、うん、してます。で、うん、予算が予算で、今日 100g の肉の次は 200g しか売ってなくて、 150g の肉が売ってたらもうちょっと豆腐感が消えて肉肉しさが残って、うん、よかったかもしれない。ヘルシー感がすげえな。本当ヘルシーでうまい。ヘルシー感がすごい。キクラゲはいい仕事してる。キクラゲこれあった方がいいわ。絶対あった方がいいです、ね、キクラゲは。キクラゲ買ったことないですね。お母さん、お母さん、普通世のお母さん。このキクラゲサーモンユッケいただきます。
うん、裏切なかった。そうですね、裏切らないな、うん、もちろんね、誰でもできる。焼肉のタレなんてもうまずいわけないないね絶対うまいんだから。サーモンもね。俺もこれ要はさ、ダイエット中に俺が作る豆腐ハンバーグなわけよ。でもそのキフライを入れて軟骨の食感出すっていうの初めてやったんだ、うん、超いい発想です、ね、発想が。あと 、はい、量の調整が難しい。キフライが多くていい、多すぎかなってぐらいで全然ボリボリいけると思う、うん、あの戻しすぎなくていい、もっと固めでいいわ、うん、確かに。てか僕たちって料理うまくないですか。こんなもんなんですね、世の同世代の男一人暮らしとか。いやまあ、いやうまくないと思うよ、みんなそんなに、はいはい、俺は自分で自分のこと料理うまいと思ってるから。僕も思ってます。一人暮らしの長さはもう物語ってる、自慢とかじゃなくておてんだよ。年取って料理だけでうまくなることはおてんだよ。やっぱだ、たまには奥さんの料理ってさ、奥さんが疲れてる時とかに自分が作ったらいいんじゃないですか、うん、そういう風にやりたいじゃん。もう無理なんだよもう無理まだ諦めないでくださいもう無理なのよ、叶わないもん。空気調整、はい、うめえなぁ。ヘルシーだな、うん、これ本当は。うまい。豆腐と鶏が1対1なのよ、これ本当は。はいはいはい。え、でも豆腐感そんなないですよ。あ、ほんと？結構肉肉しいです、しっかり。ラスト一口。これは俺がめっちゃ詰めた。ラスト一口。うん、うまい。うまいな。一生酒飲める。うまい。今日はレベル高かったな、結構。レベル高いですね。今日はレベル高かった。値段も制限して、うん、安くてうまいし、しかも簡単っていう。簡単、これレベル高かったな、うん。概要欄にはレシピ貼っとくんで。はい。一発の配信者みたいになって。配信者。トップ YouTuber。チャンネル登録者120人。トップ YouTuber。トップじゃない、こっちこっち。底辺こっちっすか。底辺、底辺。じゃあ今日もお互い作ってもらって、はい、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ご視聴もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うまかった。